リエ貴文さんの新しい動画見たら、ホリエモン AI というのが堀江さんの代わりに新しく発表された GPT-4o について喋っていたのだけど、自然すぎてびっくり。これってどうやって実現しているのかな？どうやっているんでしょうね。おそらく堀江さん自身の声を学習させて、 VC クライアントなどで声は生成し、堀江さんが喋っている元動画に対して何らかのソフトでリップシンクを実施して作成しているのかと思います。面白いね。私もこういうの作ってみたいな。こちらのチャンネルは画像生成 AI 系のチャンネルだし、やはり AI 女子に意図した言葉を喋らせるっていうのがしたいな。じゃあ今日はフェイスフュージョンを使ってそれを実現させてみましょう。というわけで本日はフェイスフュージョンで架空の女の子に喋らせてみる動画を作成します。フェイスフュージョンって元動画に対して顔を差し替えることができるアプリだよね。はい、そうです。このソフトはとても強力で、簡単にフェイク動画なども作れてしまいます。こちらのチャンネルを見ている方は、皆さん良識を持って画像生成 AI を触られている方々なので問題ないとは思いますが、ご利用の際は注意して利用いただきますようお願いします。ちなみにフェイスフュージョンのセットアップ方法だけど、今回は割愛しようかなと思います。発表されてそれなりに立っているソフトでもあり、調べると導入方法についてはかなりたくさん出てきます。でももし最新の情報がわからない、動画でも紹介してほしいなどありましたらコメントくださいね。ちなみに今回利用するフェイスフュージョンのバージョンは 2.3.0 を利用しています。今回実際に作成してみる動画がこちらです。いただきます。これ絶対に美味しい。この醤油もこだわっているんだって。うん、最高。お、温泉旅行に来た女の子が普通に喋っている感じ。生成した音声をそのまま当てているので、まあ無理やり感は出ていますが、やりたいことを実現できていますね。ここに映っている動画は現実には存在しない女の子なんだよね。そうです。ここから実際に動画を作成した際に用意したものの話になりますが、作成の際にはこれらのものを準備してください。まず一つ目がベースとなる動画です。なるほど。動画とは言ってもアニメイトリフみたいに全てを AI で生成するわけではないんだね。そうですね。フェイスフュージョンの場合はあくまでベースとなる動画があって、そこに顔の差し替えやリップシンクをかけていくという形になります。このベース動画ですが、一歩間違えると悪質なフェイク動画も作成できてしまいます。必ず利用の際は使用して問題ないかを確認した上で利用してください。ここは自己責任なので各自気をつけて利用してくださいね。私は今回動画 AC さんが提供している商用利用可能な動画素材を利用しています。次に2つ目は音声です。これは普段から利用しているボイスピークで生成した音声を利用します。今だったら他にも様々な音声生成ソフトがあるし、 VC クライアントなどで実際に喋った音声を利用しても良いよね。最後3つ目は差し替え用の画像です。ここでは以前ミッドジャーニーで生成したこちらの画像を使用します。ちなみにフェイスフュージョンを利用する際の注意点ですが、ファイル名に全角が入っているとエラーになるので、事前に半角のみのファイル名にするように気をつけてください。必要なものは理解したので、いよいよ次は動画作成だね。では実際に喋らせる工程ですが、フェイスフュージョンを起動したら、まずは画面右側のフレームプロセッサーというところでリップシンサーを選択します。リップシンサーは対象の音声を読み取って動画内の人物にリップシンクさせる機能だね。以前 X で投稿していたサッドトーカーに似ている機能かもしれませんね。リップシンサーを有効にしてベースとなる動画と喋らせたい音声ファイルをアップします。そしてスタートボタンを押します。しばらく待つと。いただきます。これ絶対に美味しい。この醤油もこだわっているんだって。うん、最高。お、喋らせたい内容でちゃんと登場人物が喋っているね。はい、
そしたらこちらの動画を手元にダウンロードして、次にフェイススワッパーを有効にします。そして先ほどリップシンサーで喋らせた動画と差し替えたい画像をこちらにアップロードして再びスタート。いただきます。これ絶対に美味しい。この醤油もこだわっているんだって。うん、最高。お、これだけで AI で生成した女の子が喋っている動画になった。手順としてはこれだけなので非常に簡単ですね。というわけで本日はフェイスフュージョンを使って架空の AI 美女に自由に喋らせる方法について紹介しました。とても簡単にできてしまうので、フェイク動画なども作ろうと思えば作れてしまうけど、もちろん用法用量を守って使うようにしてね。フェイスフュージョン自体もかなり高性能なツールで、顔の差し替えやリップシンクなどの処理もかなり早く終わりましたし、非常に強力なツールだという印象でした。ぜひ皆さんも試してみてください。こちらのチャンネルでは AI を活用した画像生成系の動画を日々投稿しています。チャンネル登録やいいねもしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それでは今日の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。